ちは、谷川です。今日はこんな素敵なカードを見つけてきました。これ実はなんとじゃじゃん、これね、あのダイソーさんが、ね、出してるクリスマスカードになります。ね、とても可愛いですよね。で、こちらのカードなんですけれども、なんとパステルアートにも使えちゃいます。これを使っていただくと、肌作りが苦手な方でも可愛い絵が描けるかなと思うので、今から一緒に描き方を見ていっていただければなと思います。今日使うのはこちらの方は細めの画用紙です。で、こちらのドラパスのスケッチブックを使ってます。で、こちらの方が目が細かい画用紙であれば何でも大丈夫かなと思います。それでは一緒に描いていきましょう。まずは下地の白を塗っていきます。じゃじゃん、いつも使っているのでめっちゃ白がこんな感じで、ね、短くなっちゃっているんですけど、白を画用紙の上に乗せていきます。こちらで塗っていきます。粉がなくなるまで塗っていきますね。だいたい粉がなくなったら次に色を塗っていきます。使う色は黄色と赤紫と赤とセピアの色を使っていきます。まずなんですけど、黄色で下色をつけていきます。で、今回はどんな感じで使えるかっていうのをちょっとお見せする形なので、ちょっと遊んでみながら、遊んでみながらどんな感じにしようかなっていうのをちょっと試すっていうような形の意味合いでもやってます。ではでは、よいしょ、下色をくるくると入れていきますね。ここもくるくるくると入れます。下色入れていきます。よいしょ、ちょっと黄色も少し強くしたいところもあれば、よいしょ、黄色上から塗っていきます。ここもちょっと強くしたいので黄色塗ります。で、ちょっと色が強くなってしまったなと思う場合は、よいしょ、上から白なんですけど、白を入れてもいいかなと思います。じゃ、これで重ねていきます。で、こちらで表面の粉は捨ててしまいます。表面の粉が払えたら、今度は上から色を塗っていきます。で、赤を使っていきます。赤はできるだけたっぷりたっぷり塗っていきます。削りすぎかなと思うぐらい削ってしまってもいいかなと思いますね。今はエコの時代なんですけど、ちょっとそれが逆行する流れになっちゃうかもしれないんですけど、たっぷりね、乗せます。パステル自体がもともと重ね塗りを前提としている画材なので、画材の量はできるだけ多めに使ってあげた方が色塗りがすごくいいかなと思います。で、
少し暗めのトーンにしたいので、今回は143番も一緒に削っていきます。だいたい割合的には、赤が2で、この143は隠し味的な要素で使ってます。で、こちらで塗っていきます。そうすると、21番だけじゃない赤の深い色合いができます。色の割合によって、また出来上がる色が全然違ってくるので、どんな色ができるかは、また皆さん描きながらいろいろお試しください。今回は深いレッドにしてみました。では、こちらの粉は伏せてしまいます。で、使う道具はカードと、あとは練りゴムですね。私は大阪なので、河内画材さんの練りゴムをよく使ってます。硬さと柔らかさのバランスが取れた練り消しです。私はここの練りゴムが大好きでよく使ってます。あとは、どこのメーカーでも大丈夫です。コットンもご準備ください。で、今回の主役はこちらのダイソーさんのカードを使っていきます。で、こちらどう使っていくかなんですけれども、こちら、ね、大カットなので綺麗にカットされてます。よくステンシルが売られてるかと思うんですけど、なかなかステンシルって結構高価な部分があるので、うん、なかなか買いに行けないよって方もいらっしゃるかもしれないです。そういう時に便利なのは、あらかじめ、ね、型抜きで切られているこちらのカード類がとても便利です。ちょうどクリスマスのカードで大カット、レーザーカットされているものがいっぱい売られていたので、あ、これすごくいいなと思って今回ご用意しましたね。キラキラして綺麗ですよね。で、しかもこちら結構厚みがあるので何回も使っていただけます。100円だけれども結構ね、優秀なものなので、ワークショップどうしようっていう風な形でね、考えている方にもすごくね、いいかなと思います。自分でカットしなくてもいいですし、わざわざカッティングマシンも買ってカットしなくてもいいし、手軽にお使いいただけるかなと思います。それではこちらを使ってどんな感じでできるかっていうのを、ちょっと今から消しゴムじゃないや、練りゴムで消しながらね、いろいろ組み合わせができると思うのでやっていきましょう。今回はこちらのカード使っていきます。今の紙がだいたいはがきサイズなので、はがきサイズぐらいにちょっと合わせていただいて、クリスマスカードっぽく仕上げていきます。で、位置ずれしないようにだいたいこの位置かなというと、ちょっとだいたい合わせていただいて、マスキングテープで留めます。で、こちらでまずはコットン使って中をちょっと抜いていきます。中の色をくるくる抜いていきますね。ちょっと輪郭を消してあげると、ちょっと神秘的なふんわりとした光が生まれていきます。これだけでもね、すごく可愛い仕上がりになります。よいしょ。ちょっとこんな感じでふわーんとした仕上がりになります。ちょっとずれないようにもう一回留めますね。皆さんはずれないようにずっと
テープつけっぱなしで大丈夫かなと思います。だいたいコットンで消したら、今度は練りゴムを使ってあげて、くる、転がしながら消すと、均一に消えてくれるので、転がしながら消していきますね。ちょっと転がしながら、コロコロコロと転がしながら、ちょっと粘土みたいな感じになるんですけど、コロコロやりながら消していきます。これだけでも練りゴム使いの練習になるかなと思います。で、濃く消したいところは、拭き取るような感じで上から消していきます。濃く色を出したいところは、拭き取る感じですね。白をちょっとはっきり、そうすると白がはっきり消えてくれるので、ここの周りを今回ちょっと消していきます。どんな感じで消えてくれるかな、ちょっと開けてみてみましょう。じゃーん、こんな感じでフレームが出来上がりました。で、これだけでもすごくいい感じになると思います。またずれないようにテープ留めます。で、今度は、このトナカイさんを配置していきます。で、トナカイさんの配置は、よいしょ。ずれないようにトレーシングペーパーとか紙を使って十字に四つ折りにすると真ん中の線ができます。で、これはちょっとガイドラインにしてもらって、この位置が真ん中だよってすると書きやすいかなと思います。で、どの位置に置きたいかっていうのを、ちょっと真ん中のガイドラインを使ってやりたいので、よいしょ。だいたい真ん中かなと思う位置に、トレーシングペーパーを置いていただいて、よいしょ、よいしょ。ここも、テープで仮止めします。さっきちょっと見えていなくてすみません。上の方には実は仮止めしてます。で、こちらで真ん中の位置が見えるようにしますね。で、ここの部分を今回使いたいので、トナカイさんここにいるよっていうのをちょっと印をつけておくといいかなと思います。で、今回は結構いろんな柄があるので、使いたくない部分もあると思うので、ここを使うよっていうのを大体いいので決めときます。で、ここくるってやって、このトレーシングペーパーを、よいしょ、取り出して、カッターとかで切ります。何をしたいかというと、ちょっとマスキングをしたくて、そのままで消してしまうと、変なとこまで消えてしまうことも多々あるので、ちょっと一手間なんですけど、よいしょ。変なとこまで消えないように、上から紙で覆ってあげます。よいしょ。もう一回ちょっと戻します。大
回真ん中だなって思ううちにちょっともう一回セットし直してあげて、トナカイさんを配置してあげます。で、ここもちょっとずれないように、マスキングテープとかで留めておきます。範囲が狭かったらもう直接マスキングテープでここは消しませんっていう風な形で覆ってあげてもいいかなと思います。あくまでこちらの方は変なとこまで消えないようにしました。で、こちらで練りゴムを使ってあげて消していきます。で、もっともっと綺麗に消したいよっていう方は消しゴムを使っていただいてもいいかなと思います。練りゴムだけでもね、すごく綺麗に消えてくれるので、まずは練りゴムでゴシゴシと消していきます。で、今回はちょっとせっかくあるものを有効活用しようということで、カードを使って手軽に、ね、楽しんでいただける形にしてます。また皆さんもこういうカードを見つけたら、ね、手軽に型紙として使えるので、ぜひぜひやってみてください。よいしょ、トナカイさんが結構白く消えました。よいしょ、こんな感じで白く消えます。真っ白ではないんですけど、感じで白く消えました。で、もう少しよく消したいなと思う方は事務消しとか使ってあげても綺麗に消えます。今回はちょっとふんわり消したいので、消しゴムを使ってみ、消しゴムではなく練り消しを使ってみました。どんな感じで消えてるかな。そうすると、こんな感じでいい感じで消えてくれます。で、もっともっと飾りたいなと思う方は、せっかくなどのカードの柄を利用してあげてデコレーションしていきます。で、こういう風な形にしたりとか、で、せっかくね、ここの分がヒイラギとかあるので、ヒイラギを配置しながら押してみたりですね。よいしょ、ゆっくり消してみたりとか、で、ここにいい感じの葉っぱがあるので、葉っぱをいい感じにあるので、葉っぱをちょっと付け足してみたり、
こういう方ってやっぱり自分じゃなかなか作れないんで、せっかく素敵なアイテムがこれダイソーで売ってるんですけど、ダイソーさん100円で買えちゃうので、また、ね、自分の作品の幅を広げるためにこういうものを使っていただいてもいいのかなと思います。最後かな、こんな感じの飾りが生まれました。で、これをでちょっとバランス見ていただいて、もう少し消した方がいいかなというところに、よいしょ、練りゴムでちょっと光入れていただいたりとかして、どうかな、そうすると、すごい光ります。光って綺麗に見えてくれます。で、周りをちょっと見ていただいて、練りゴムでふわふわとちょっと消す光を入れてみたり、あとはコットンを使ってここもふわふわと消す光を入れてみたりすると、あら不思議、100円ショップのグリーティングカードを使って、よいしょ、こんな感じのクリスマスっぽい作品が手軽に描けちゃいます。また皆さんもやってみてください。で、ちょうどクリスマス型なので、こんな感じのトナカイの柄だったりとか、あとはクリスマスの本当にツリーの柄とかあったりとかするので、ワークショップとかね、お使いいただけるかなと思うので、またまた皆さんお試しください。それでは、たぬぎわでした。ありがとうございます。